最近ですね、たこ焼きくんがこのルービックキューブ買いまして、揃えられないということになりました。僕もね、ルービックキューブ揃えられなかったんですよ。生まれてね、未だかつて揃えたことがなかったんですが、僕ちょっとね勉強しましてですね、揃え方を覚えました。ちょっと見ててくださいね。これ今もうバラバラなんですけども、ある程度ねバラバラですが、ちょっとやってみましょう。最近ね、キャンプ場行った時もね、お母さんいらっしゃってまして、その子、まあ子供がいてですね、その子のお母さんがいたんですけども、なんかやっぱりルービックキューブ持ってるんだけど揃えたことがないっていうんで、まあ揃えてほしいみたいな感じで、ね、子供が来たんですよね、僕のところに。でなのでちょっと揃えてあげたらね、すごい喜んでたんで、あ、まあちょっと覚えててよかったなみたいなことになったんですけども、揃え方さえ分かればね、結構簡単に揃うと言ってもいいのかな。なんかやり方さえ分かればって感じなんですよね。僕もその YouTube でやってる人がいて、すごいね親切に教えてたんで、それを見てですね、やり方覚えまして、解けるようになったんですけども、どうだっけ、あ、喋ってたら分かんなくなった。こうか、これでいいのか。そうそう、やっぱ解ける人はね、解き方を知ってるんですよね。で解き方さえ分かればって感じなんですよ。解き方というか、手順さえ分かればまあ全然いけるんで、あれなんですけど、喋りながらっていうのが難しいな。んで、これでいいのか。これで今2列目まで揃いましたよと。んで、赤が揃うのか。揃ってない。オレンジも揃ってない。青にしたら、ああ、こう揃うのか。本当ね、その YouTube で教えてくれた人様々なんですけど、で、これである程度揃ったから、で、これがある程度揃ってまして、あとここか。で揃えましたと。1,2,3 面も揃ってるし、こっちも揃ってキャンプと全然関係ないですけどね。さあ今回のねご飯はですね、結構シンプルな感じにしようと思ってます。鍋ですね。まずはシングルバーナー、それとガスと消火スプレーも一応出しときましょう。こんなもんかな。今日ね、薪ストーブの中の燃料を薪じゃないやつで使ってます。オガライトを使ってるんですが、オガライトがねもしあれば、薪ストーブはオガライトを使った方が絶対楽だと思うんで、ホームセンターでオガライトがあればオガライトがおすすめだなと思います。ああそうだ、刺身買ってきたんだ。刺身が食べたい。刺身いきますかね。刺身、うちのね子供もそうなんですけど、やっぱりキャンプにはねつまみっていうのが欠かせなくて、
特にこの刺身っていうのはね、絶対に僕は欲しいんですよね。じゃないとまず最初の一杯ができないっていう。今日はね、最高気温が5度、最低気温がマイナス2度っていう予報だったので、まあ、夜はちょっと寒くなるとは思うんですよね。なので、今のうちに温まってしまおうという感じで、とりあえず鍋、うわなんかめっちゃうまそう。さてそれではですね、お刺身いただきましょう。うわうまそうだなこれ。サワラいただきます。うん、うわうめ。これはねやっぱあれがいりますよ、あれが。よいしょ。じゃあいただきます、いただきます。正解だな。うん、うまい。あ、鍋早くできないかな。いや、年明け初めてのキャンプになるんじゃないかな今日。でこの、家族でいつも使ってるテントなんですけど、これをですね一人で使うっていうのも2回目なので、まあ一人で使っても全然いいテントだなと思いますね。うん、前ねライブ配信でも話したんですけど、最近なんかキャンプ傾向みたいなのインスタとかね、あのツイッターとか見てると、なんかあれですよね、こんな感じで、なんだろう、家みたいな感じで過ごすのか、もしくはやっぱとにかくこじんまりとした感じで過ごすのかみたいな感じで二分化してますよね。まあどっちもねいいと思うんですけど、僕は個人的にはこういう広々とした方がですね好きだったりします。ちょっと食べてみます。うん、あ、うまい。これこの薪ストーブの面倒を見ながらご飯食べながらっていうのはね、いいっすね。のんびりしてるな今頃。我が家はどうなってるのかな、今何時だろう。6時だからみんなお風呂に入ってる時間帯ですね。お風呂入るとしたらたこ焼きくん男の子だけになったんでちょっと寂しい限りですけど、まあ5年生と4年生ですからね、さすがにもう一緒には入んないですよね。最近ですねアレクサ、なんていうんだっけ、エコーってやつかな、それを買いまして、なのでちょっと家の様子見てみますか。あ、全然見えない。ちょっと呼びかけてみましょうか。もしもし。はい。どうした？はい。まだお風呂入ってない？はい。あ、まずだって入る。大丈夫かな？うん。母ちゃんはおる？おらん。ああ。じゃあ今からお風呂入る。もし入れるようだったら入ってあげといて。はい。それじゃあね。バイバーイ。
家が見れると思ったら天井しか映してなかった。今度位置変えよう。誰かおりますか？もしも、もしもし。みんなおるかな？みんなおります。3人ともおりますかね？おります。気をつけにはいけんね。ビール飲みすぎないよね。はい、わかりました。じゃあまた明日ね。はーい。バイバーイ。バイバーイ。まあ、僕がいなくてもね、家は回るということで。いやちょっと寂しい気もしますけどね。まあこんなもんでしょう、きっとね。どの家庭もね、こうなったっていうことは大きくなったってことなんで、もうそれはね、喜ぶべきことだと思います。寝ますかね。アメリカンバーベキューか。面白そうやな。相席食堂はね、面白いですよね。ここでね、動画も終わりとしたいとこなんですけども、このね、寝袋で寝れるかどうかっていう問題がね、待ってるんですよね。今ちょっと薪ストーブが、ちょっと置き火になったんで、置き火になった状態でこれからもう、薪を足すことはやめます。薪というか、オガライトね、オガライトを足すことはやめて、ネイチャーハイクの寝袋が使えるのか使えないのかっていうのをね、ちょっと実証していきたいなと思います。とりあえず寝てみてですね、どうかですよね。マジでわかんないんですよ。寝れるかどうかもわかんないけど、温度設定とかをね、信頼するんであれば寝れるはずです。よいしょ、よいしょ。うわ、やっぱ普通になったかね。よいしょ。あ、もうこの時点でわかるんですけど、寝れるわこれ。わあ、すげえ、もう布団ですねこれ。ほんと寝袋というか、ほんと布団だ。眠気を誘ってくるこれ。朝になりました。おはようございます。結局ね、気温としては、今が2度だったので、まあ、下がっても0度ぐらいですかね。0度から2度ぐらいの間だったと思うんですけど、ぐっすり寝れましたね。めちゃめちゃ気持ちよく寝れた。いやー、結局これ、大正解でしたね。まあ、今使ってるコットがですね、普通の、幅のコットなんですけど、いわゆるですね、ワイドコットみたいなものがあれば、もっと、こういう風に落ちたりせずに寝れるのかなと思います。まあ、これ今横開けてますからね、落ちやすくはなってるんですけど、こういう風に横が開いてるので、ちゃんと閉めて寝れば、そうでもないのかな。でもほんと、布団みたいだからめっちゃ気持ちいい。ちなみに寝巻きとしてはですね、 T シャツを着て、その上に長袖 T シャツ1枚着て寝ました。これだけでも十分あったかかったし、なんか寒くて問題があるってことは全くなかったですね。多分マイナス1度2度くらいは余裕でいけそうですけどね、これ。ちょっとね、訂正です。霜が降りているので、やっぱ0度ぐらいまでは行ったんでしょうね。意外と寒かったのかもしれません。テントも大丈夫か。テントも霜が降りてますね。0度もしくはマイナスまで行ったみたいです。ただ全然寝れましたね。さて、それではこれからね、片付けようかなと思うんですが、まあまずこの辺か。オガライトですね。で、薪ストーブ、椅子とかコット、寝袋があって、テーブル、あとは小物かな。
棚があってクーラーボックスがあって、昨日の残骸があってという感じなので、片付け自体はねそんなに手間かかんないと思います。僕としてはですねソロキャンプ行って設営と撤収に時間かけるのすごく嫌なのでなるべくシンプルにしようと思ってねやってるんですが、まあなんだかんだ言ってね荷物は、増えますよね。テント乾くまでが、ちょっと時間かかっちゃうんですが、まあ、とりあえず片付けやっていきましょう。ちなみにですねテントはまだ濡れてます。濡れてるというか凍ってるんですよね。乾かしてとかってやっていくとですねおそらく帰るの夕方ぐらいになっちゃいそうなんで夕方でも乾くかな乾かないだろうな。なのでとりあえず撤収を始めます。